最近、このエリアが住みたい街ランキングの上位に位置するようになりました。なぜでしょう？皆さん、こんにちは。コツアズ鉄道チャンネルへようこそ。住みたい街といえば、環境や交通の便が良い上に都心部まで時間がかからず、商業施設がある場所が選ばれるのではないのでしょうか？例えば関東の場合は山手線内の駅である品川や渋谷、池袋、目黒はもちろんのこと、中央線の中野や吉祥寺、三鷹、東京都以外では大宮や浦和、所沢、船橋など千葉県や埼玉県内の駅周辺も住みたい街として挙げられるのではないでしょうか。そして神奈川県内においては横浜や鎌倉、湘南地域と並んで、近年ここ武蔵小杉の街も住みたい街ランキングの常連となっています。しかし武蔵小杉がこの常連になったのはここ最近のこと。なぜでしょうか？この動画をご覧いただくとその理由わかると思います。それでは本編へどうぞ。武蔵小杉駅の概要。武蔵小杉駅は神奈川県川崎市中原区に所在する駅で、JR 東日本の南武線、横須賀線と湘南新宿ライン、東急と右横線と東急目黒線が乗り入れます。南武線以外のこれらの路線は直通範囲が広いため、乗り換えなしで多くのエリアへ向かうことが可能となっています。それもそのはず、JR では横須賀線や湘南新宿ラインが、神奈川県のより郊外の地域や都内各地域、千葉県、そして埼玉県、栃木県、群馬帝国など北関東地域まで直通して足を伸ばしているほか、東急と右横線はみなとみらい線、東京メトロ副都心線、東武東上線、西武池袋線へ直通し、こちらも横浜の繁華街や中華街から都心を越えて埼玉県の田舎まで足を伸ばします。東急目黒線はこれらと比較するとちょっと劣りますが、それでも都内中心部を貫通した後に埼玉県方面もしくはそれに近い場所まで足を伸ばします。さらに JR 埼京線も湘南新宿ラインのルートで乗り入れ、相鉄線羽沢横浜国大海老名方面へ足を伸ばしており、相鉄線へは2023年3月18日より東急東横線、目黒線からも直通します。ちなみにこの武蔵小杉という地名は長いため、主に略して武蔵、もしくは小杉と呼ばれます。ただし地元住民を中心に基本は小杉と呼ぶ傾向があり、それはここの地名が小杉町であること、周辺に何駅か、武蔵、と名のつく駅があることが主な理由でしょう。実際にこの武蔵小杉駅の名称の由来についても、1899年に開業した富山県の小杉駅と区別するために、この一帯が属する旧国名武蔵を頭につけたためであり、武蔵小杉駅の開業が1927年と比較的遅いことが起因となっています。駅の周辺には中原区を放送区域としている川崎市民放送の本社、イベント会場としても利用される川崎市コンベンションホール、中原区役所や神奈川県警中原警察署、川崎市消防局中原消防署、中原図書館、中原市民館などの公共行政関連施設や、システムインテグレーターの東京電産、半導体材料製造メーカーの東京大岡工業の本社などもここ武蔵小杉にあります。近年の住みたい街ランキングでの武蔵小杉エリアの位置づけとその理由。ここまでの説明を聞くと、一見人気の住みたい街だと思うようなエリアには見えないのですが、ここ近年住みたい街ランキングの常連入りを果たしています。リクルートが運営する不動産情報サイトスーモの調査による、2022年住みたい街ランキングにおける武蔵小杉エリアについて、
何位になっているのかを見てみましょう。1位横浜、2位吉祥寺、3位大宮などなどに続いて、10位鎌倉、11位渋谷、12位中目黒、13位東京、そしてその次の14位武蔵小杉。それ以前の2021年度は同じく14位、2020年度は20位、2019年度は9位、2018年度、2017年度は6位、2016年度は4位と年々下がり気味ですが、上位にランクインしています。このように上位に武蔵小杉がランクインするようになったのはここ10年程度の最近のことです。一体なぜ武蔵小杉はランキングに急浮上してきたのでしょうか。その理由となる再開発計画の進展とともに見てみましょう。もともとの武蔵小杉駅周辺と再開発までの道のり。以前の武蔵小杉をはじめとする川崎市中原区一帯は京浜工業地帯と呼ばれる工業地帯の一角となっており、バブル期までは富士通や NEC、東京機械製作所など多くの巨大工場や社宅などが存在していました。そのバブル真っ只中だった1988年、川崎市主体で武蔵小杉駅の西側、東側にあった変電所やグラウンドの敷地を再利用する形で、百貨店やオフィスビル、ホテルなどをこの武蔵小杉の地に呼び込み、商業の中心地とする再開発計画がありました。一方でバブル崩壊後、武蔵小杉にあった工場や社宅はその多くがコスト圧縮のため閉鎖することになるか、都心に近い武蔵小杉から安く操業が可能な郊外や海外の途上国へ移すことになり、工場や社宅の多くがこの町から撤退しました。そこで都心から近い場所に広大な空き地がたくさん増える背景や、バブル崩壊後の情勢も鑑みて、再開発計画は再考を余儀なくされました。その結果、1995年から住宅を含めた複合的な再開発計画が始動したのです。再開発計画の策定。商業の中心地という再開発計画が頓挫した武蔵小杉は、1995年以降改めて川崎市内第3の都心として開発することにしました。なお、ここでいう第3の都心とは都心、副都心に次ぐことを意味し、都心部は川崎区、幸区の川崎駅、京急川崎駅周辺一帯、副都心は高津区の南武線武蔵溝の口駅、東急溝の口駅周辺エリアと、麻生区の小田急線新百合ヶ丘駅周辺エリアを指します。武蔵小杉の再開発コンセプトは住・商・居の環境が揃ったエリアであり、コンパクトシティ的なものを指標として再開発がスタートします。2000年代後半からの本格的な再開発が始まる前の段階で、1995年に武蔵小杉地区初の超高層ビルである武蔵小杉タワープレイスが竹中工務店の施工で11月にオープン。それから5年後の2000年には NEC 玉川事業所を再開発する形で、NEC 玉川ルネッサンスシティのサウスタワーが、2005年にはノースタワーが建設され、本格的な開発が始まる前にこれらの高層建築物が誕生しています。再開発本格進行前後の東横線の工事。少し話がそれますが、このエリアでの再開発が本格化する前、東急東横線は慢性的な混雑に悩まされていました。武蔵小杉という視点で見てみると、南武線からの乗り換え客で混雑し、その他菊名や自由が丘からの乗り換え客、沿線人口の増大などにより混雑は悪化する一方でした。この状況を重く見た東急は、玉川橋梁、武蔵小杉、日吉間で連続立体交差事業に伴う高架化工事と合わせて
線路を2本から4本に増やす複々線化を行い、混雑緩和させようとします。1993年12月から着工したこの工事は、何度かにわたる東横線の線路移設工事を伴いながら、1999年11月に現在の形になります。工事完了後の2000年8月、多摩川を境に系統が分断された東急目蒲線の目黒、多摩川間を東横線の武蔵小杉駅までの複々線部分内側に乗り入れさせ、新たに目黒、武蔵小杉間の路線とされたこの系統に目黒線という名称を与え、東横線のバイパス路線として運行を開始します。その目黒線は同年9月26日から営団南北線、都営三田線への直通運転をスタート。永田町や日比谷、大手町、市ヶ谷などの都心へ乗り換えなしで行けるようになり、翌2001年には南北線赤羽岩淵駅から先の埼玉高速鉄道線との直通運転も始まりました。その目黒線の開業から2年後の2004年2月1日、東横線の東博楽、横浜間を地下化した上で、横浜、桜木町間を廃止。横浜駅から港未来、元町中華街方面に延伸する形で港未来線が開業し、東横線の電車がここに直通を開始します。さらに2008年6月、武蔵小杉駅まですでに乗り入れていた目黒線を延伸する形で、2駅先の日吉駅まで延長されます。これによって一連の高架化事業と複々線化は概ね完成し、現在に至ります。再開発の本格的な進行。少し話がそれましたが、東横線の複々線化も今の武蔵小杉エリアの街づくりにて欠かせない事柄となるため紹介しました。ここからは本題に戻り、武蔵小杉エリアの再開発の本格的な進行について見てみます。再開発を進めている最中も工場閉鎖などがあり、特に藤沢市や東京機械製作所の工場閉鎖によって、再開発に使える土地はかなり増えました。これらの土地も活用しながら本格的な再開発計画がスタートし、2005年頃から高層マンションをはじめ様々な施設の建設が始まります。その第一陣として開業した建築物が、2007年7月に竣工したレジデンス・ザ・武蔵小杉です。この建築物の完成を皮切りに、続々と高層マンションをはじめ様々な施設の建設が始まり、2023年現在も工事中の様子を伺える場所があります。武蔵小杉駅横須賀線ホームの新設。武蔵小杉エリア再開発の目玉と言っても過言ではないのは、2010年に武蔵小杉駅の横須賀線ホームが新設されたことです。武蔵小杉駅横須賀線ホームの新設によって、横須賀線と湘南新宿ラインが武蔵小杉駅に停車をはじめ、東京武蔵小杉間が17分、新宿武蔵小杉間が18分で結ばれます。さらにこの路線を経由する成田エクスプレスや新宿発着の踊り子など、一部の特急列車の停車も開始します。武蔵小杉駅横須賀線ホームは川崎市による請願で設置され、その工事費用は川崎市が主体となって捻出し、 JR 東日本は通例であればゼロに近い出資額になります。ただその費用は川崎市などの自治体だけではなく、武蔵小杉エリアの再開発デベロッパーからの出資があることも特徴で、様々な方面を巻き込んだホーム設置となったのです。ただこの武蔵小杉駅横須賀線ホーム、立地上の問題で他の路線のホームから場所が離れています。そのため JR 駅構内に動く歩道などの施設が整備されましたが、それでも乗り換え時間には5分から10分程度の時間を要しています。しかしこの武蔵小杉駅横須賀線ホームの設置は、急激に武蔵小杉駅周辺の利用者を増加させたことや、
駅税圏となる川崎市中原区周辺の人口を急増加させることにつながります。武蔵小杉エリアのタワーマンションについてもこの頃を境に激しい建設ラッシュが始まるのです。武蔵小杉駅横須賀線ホーム設置以降の動き。武蔵小杉駅横須賀線ホーム開業から3年後の2013年3月16日、東急東横線は新たに渋谷駅を介して東京メトロ副都心線へ直通を開始します。さらに副都心線を介して東武東上線、西武線との直通運転も始まり、東武東上線や西武線から来る車両に合わせる形で、ほとんどの特急、通勤特急と一部の急行が10両編成化されました。2014年には日本医科大学の新丸子キャンパスが東京武蔵境に移転しました。それを受けて跡地を川崎市が33年間の借用契約を結び、川崎市が整備することになりました。ここには川崎市立小杉小学校が2019年4月に開校し、それに先行する形で同年1月には小杉小北川の土地を小杉公園として再開発しています。2019年には海老名、大和、二俣川方面からの相鉄線が、途中の羽沢横浜国大駅から東海道貨物線、横須賀線を経由して JR 埼京線との直通運転を開始します。相鉄線と JR 埼京線を直通する系統のルート上には武蔵小杉駅も含まれ、当然この列車も武蔵小杉駅に停車することになります。この列車は慢性的な混雑に悩まされながらも増発が難しい湘南新宿ラインの補完的役割も果たし、混雑緩和に貢献しています。さらに相鉄線からは2023年3月より羽沢横浜国大駅をルートに含む相鉄新横浜線、新横浜、日吉間で新設される東急新横浜線を介して、東急東横線と東急目黒線へも直通運転を開始することになり、3つの路線から相鉄線へ向かうことができるようになるほか、武蔵小杉駅横須賀線ホームの脇を素通りする東海道新幹線が乗り入れる新横浜駅へのアクセス利便性も向上します。これに合わせて目黒線は一部列車が8両編成化され、現在は東急所属の電車全編成と都営三田線からの一部の電車が2022年より8両編成で運転されています。今後は相鉄線から目黒線にやってくる電車も全て8両編成で直通し、南北線や埼玉高速鉄道線からも8両編成の電車がやってくる見込みです。このほか2021年9月に日本医科大学武蔵小杉病院が日本医科大学新丸子キャンパスのグラウンド跡地を再利用する形で新築の建物へ移動しました。一方で元の日本医科大学武蔵小杉病院があった跡地は三菱地所レジデンスの手によって再開発が始まっています。病院関係では他にも聖マリアンナ医科大学東横病院も2008年に病棟建て替え工事が行われています。さらに新丸子周辺を横断している幹線道路綱島街道の4車線化を1998年度より行い、2022年までに道路部分は完成しています。このほかロータリーも整備されており、互いに500メートルほど離れた場所に北口、東口、横須賀線口という3つのロータリーが現在供用されています。また商業施設としては東急系の東急スクエアやセブン&アイ系のグランツリー、三井系のララテラスなど魅力的な施設が2013年、2014年頃を中心に多数開業しています。また最初にも述べた中原図書館をはじめ、中原区を中心とした自治体の公共行政施設も武蔵小杉に集まっており、今後も魅力的な街づくりが行われていくでしょう。着的な問題もあり偏りはあったと思いますが、
このように工場だらけの町から綺麗でおしゃれな暮らしやすい町へ変貌した武蔵小杉。一方で駅南口や周辺の元住吉駅や新丸子駅の近くでは風情と魅力のある商店街もあります。こういった様々な要素が絡み合った結果、近年住みたい街ランキングの上位に君臨したのではないでしょうか。武蔵小杉の課題は？このように再開発と発展が続き、人気度も上昇中な武蔵小杉の街ですが、課題も多く抱えています。どのような課題があるのでしょうか？一つ目にして大きな課題としては、水害が挙げられます。一部が多摩川を埋め立てた場所にあることが関係してか、武蔵小杉周辺の海抜はおよそ8メートル程度と低く、それに起因した大雨時など水害のリスクが非常に高くなっています。大雨などで仮に多摩川が決壊した場合には、武蔵小杉エリアで大規模な水害が起こる懸念点が生じているのです。一番ひどい想定よりもまだマシだったようではあるのですが、例えば2019年10月12日に発生した台風19号では、武蔵小杉駅周辺エリアも大きな被害を受けています。多摩川の増水によって街の中を走る排水管がキャパオーバー、排水管から濁流が逆流したことによって激しい浸水被害が発生しました。この時一部タワーマンションで地下にある電源施設や、エレベーターなどが壊滅的被害を受け、エレベーターやトイレなどが使えない事態が発生。武蔵小杉駅も例外なくこの台風で被害に遭い、JR 横須賀線新南改札口が自動改札機などの浸水で営業できなくなったのです。このため台風翌日は武蔵小杉駅横須賀線ホームを全列車通過扱いにして閉鎖。自動改札機を横浜駅南口と北茅ヶ崎駅から2機ずつパクって、JR 横須賀線新南改札口は14日に仮復旧します。その後経済産業省や国土交通省が浸水対策ガイドラインを策定するなど、マンション内などにある地下の電気設備について見直しを迫られる出来事になりました。さらに水害に弱いという認識がこの時生まれたせいか、2020年度以降の住みたい街ランキングの順位を若干落としています。このほか、大地震が発生した際の液状化対策など、水害以外にも災害対策にはまだまだ課題が残ります。自然災害の脅威だけではなく、地域を通る鉄道の混雑問題もあります。人口増加や多路線からの乗り換え客の影響か、特に横須賀線と湘南新宿ラインでは朝の通勤、通学の時間帯に混雑が激しくなっています。例えば武蔵小杉、西大井間では2019年のデータで 195% もの混雑率を記録。新宿方面へ向かう湘南新宿ラインの混雑が特に激しいようで、JR 東日本が都心にタックルしたい相鉄線との直通を飲んだのも、この混雑が背景の一つにあるようです。横須賀線と湘南新宿ラインだけではなく、南武線も激しい混雑を記録し、それは東急と右横線や目黒線も同様です。目黒線8両編成化推進の背景には、武蔵小杉の混雑も理由の一つと考えられます。JR 横須賀線のホームは当初想定以上の利用があり、2022年12月からは上り線と下り線でホームを分離するほどです。このほか現在とても人気がある武蔵小杉エリアですが、一気に受け入れすぎると将来的な地価や住宅価格の暴落を招く恐れもあり、年齢層を均一化させることにも配慮した長期的な街づくりを考慮することが求められているほか、今後老朽化したタワマンの修繕費をどうするかなどの問題もあり、まだまだ課題は山積みと言えるのではないかと思います。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことで、
武蔵小杉がなぜ最近住みたい街ランキングの上位常連になっているのかについて、工場跡地など様々な空白地帯が生まれ、そこを川崎市主導で住、商、居の環境が揃った第三の都心として再開発したこと。もともと武蔵小杉は京浜工業地帯の一角で、再開発が始まる前は様々な工場や社宅があったこと。それらはバブル崩壊などの影響で閉鎖されたり、安く操業可能な郊外や海外に移転したことから、それらも活用しながら再開発を急速に進めたこと。再開発の過程で東横線、福福線下と目黒線の開業、武蔵小杉駅横須賀線ホームの設置など、鉄道の環境も変わったこと。それ以前も商業中心地とする再開発予定があったこと。自然災害や駅の混雑、将来的な様々な問題など、課題は山積みであること。などについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。また、チャンネル登録についてもぜひお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。